皆さんこんにちは、CF ネッツの新井聖子です。 CF ネッツグループ特集現場密着ということでですね、今日は、東京本社にて行われる新着物件見学会の現場に来ております。それでは行ってみましょう。はい、新着物件見学会なんですけれども、多くの物件情報の中からこうスクリーニングをかけた下見に一緒に皆様に同行していただくことによって、実際の物件選定のノウハウやスキルを一緒に身につけて いってくださいというような見学会になっております。業界自体は10年ぐらいになるんですけれども、この会社入ったのはだいたい4年ぐらい前なんですね。で CF ネッツの特徴として、私が入社したきっかけっていうところもあるんですけど、お客さんのためにならないような物件を売らないっていうスタンスが結構会社の中で浸透してましてですね、これ売ったらもうちょっと運営成り立たないよねっていうような物件はお売りはしてないんですよね。はい、そういった倫理観の高いところが、この会社の魅力の一つなのかなというところで、私はそういった社風に惹かれてですね、入社させてもらったという形ですかね。はい、一応趣味は山登りなんですよ。そうです。高尾山とか、神馬山とか、筑波山とか、そういう有名なところも行きますし、あと今回ご紹介する物件ツアーがですね、一棟アパートという形になっておりまして、一棟ものですね、はい、いわゆる区分マンションの一室とかじゃなくて、土地を含めた一棟ものの、木造アパートという形でやらせていただいており、いただくツアーという形になっております。で木造アパートの見るべきポイントですね、物件資料この後お渡しはするんですけれども、そこで見ていただきたいポイントというのがですね、駅からの距離分数でございますかね。そうか、高いボックスもありますね。今インターネットが主流なんであると嬉しいです。宅配業者さんが入れて、暗証番号に入れようとして、その不在票を各店のポストに入れるんですよ。で、入居者さんはその不在票を受け取って、ボタンを押してロックを解除するというわけですね。暑いっすね。ねえ、サウナにいるみたいな。暑いに行きましょう。暑い、そう。本当サウナ。何分ぐらいは気持ちがいいんですか。サウナみたいな、本当に。珍しいですね、ちゃんと。そうですね。結構かっこいいデザインになってますね。角なんですね。そうですね。ね、角地でいいですね。日当たりもいいし。人さんが少なくなった。そうみたいですね。この分人件費が上がってるそうですね。で、価格が合わない。これ全部合わせると14セットだと結構ね、なかなか買える人が少ないので、2つに分けて売った方が、買ってくれる人も1億円以下だし買いやすいだろうなってことがあります。
なかなかその、そうですね、中古の物件でもあんまり見かけないような、まあ、水江のエリアだったりとか、まあ、あとは価格帯もなかなか出ない1億円以下の、ね、あの足立区のエリアだったりとか、まあ、いろんな理由があっていろいろ注意させてもらいましたね。はい、まあ、まんべんなく見てもらいたいなっていうところで、とびっきり立地のいい場所だったりとかね、いろいろ分散させてチョイスさせてもらった次第でございますね。一番これが良かったなとか、まあ、買うとしたらこれだなみたいなものってありますか？もう そうするとやっぱり当初冒頭に言ったようにもう入ってるとこ、稼働してるとこ。なるほど、そうなると1軒目ですかね。なるほど。で 現地に行ってその駅周り見たりね、はい、車で、案内してもらったりして、まあ、土地勘というのはないですから、はい、その現地に行かなければ分かんないですからね。で、まあ、現地に行って、まあ、地方在住ですので、はい、全然感覚違うんですよ。あ、なるほどなるほど。最初のこの資料上で、はい、何千万だ何億だというのと見て、こんなもんなんですかと。あ、なるほどなるほど。こんなに、逆に言うとこんなにするんですかと。あ、うん、いうことですね。全くそれはもう感覚が違いましたね。なかなか図面だけだとその駅の良さというかね、はい、物件の良さというか雰囲気、空気感ってなかなかその図面上では判断できないというところで、やっぱり見に行って初めて知ることっても結構多かったりしますよね。まあ、ですのでそういったところはやっぱり現地をまず見ないと、この駅がいいとか悪いとかってね、やっぱり分かんなかったりする。物件の傷み具合とかもね、図面からでは判断できなかったりする。意外と築年数経っててもわりかし全然修繕しなくてもいけそうだなって物件もありますし、まあ、やっぱり日当たりだとかその傷み具合っていうか、結構数年でも鉄分がサビサビになってることもあったりするので、まあなかなかそういったところは読み取りできないかなと思って、そういったところは現地の価値っても結構多いであるということですね。ありがとうございます。お願いします。そうですね、今回はこういう、まあ、新築がちょっと多めのツアーにはなりましたけど、階によってはね、また中古が多いこともありますし、まあ、その空室で中をご覧いただけるような物件も中にはあったりするので、まあ、来るたびにですね、まあ、駅も違えば物件も違いますし、価格帯も違えば利回りも違うので、まあ、また参加いただくことでですね、まあ、相場感を養っていただくとともにですね、金融機関もですね、いくつかありますので、そういったご紹介もできるようになりますので、まあ、いろいろですね、これに懲りずまたご参加いただけたらなというところでございますかね。はい、ありがとうございます。